登録者の皆さんありがとうございます、えーっとね、今回は前回引き続き2回にわたって紹介してきましたこの Galaxy Note Edge を、えー、最終的に画面を、ねえー、見せながら機能の方を確認していきたいと思います、えー、まずねスペックでアンツーツーベンチマークのスコアなんですが、えー、79,627点ということで、まあ、あの調子のいい時には、ね、8万点出る時もあるんですが、まあ、逆に調子が悪くなると6万点ということもあるんですが、まあ、平均して7万点は普通に出ているので まああの2014年からもう随分経ちますがやはりフラッグシップ端末なだけあってまだまだ普通に使えるなというふうな感じがします逆にこれ1万5000円でねあのインカメラの分はちょっと傷が入ってるんですがまあ中古市場1万5000円で逆に新品1万5000円の今のミドルレンジ端末でも多分8万点ぐらいの、ね、数字は出ないと思うのでまあなかなかね 素晴らしい端末なんのかなというふうに思います。まあ、プルシンジャーなんでね、あんまり褒めつけるのもどうかと思うんですが、まあ,あの、ここは素直にね、すごいなというふうに思いました。えっ、ー、と、同時期に Galaxy Note Edge Note 4が出たんですが、どうもね、アンツーツーベンチマークではね、Galaxy Note 4というふうに出るんですよね。ただ、えー、その他で言うと、まあ、画面解像度は 2560×1600 というふうに書いてあったり、まあ、あのちゃんと測れてはいるので、まあ,あの、間違ってるということはないです。はい。 まあ、アンツー2はこんな感じですね。で、まあ、あの、このギャラクシーノートエッジといったら、やはりね、エッジとつくだけあって、このエッジスクリーンですよね。えっ、ー、とね、これがね、まあ、使ってみた感じで、なかなかよく考えられてるなというふうな感じがします。はい。えっ、ー、と、ラムステータスとかね。これは、あの、僕がアプリを入れました。これ、標準で入ってるやつで、えー、今の温度とか、で、えっとね、これ、Gmail204 件とかね。えー、あとは Twitter の、あれですね。 何て言うかわかんないけど。ただね、これスクロールが早すぎてね、全然読めないんですよね。で、あとは、えー、ニュースだとかですね。はい、えー。しばらくするとね、あの、流れてきます。はい、こんな感じでね。まあ、この機能についてはなかなかいいかなというふうな感じがします。えー、このエッジスクリーンなんですが、通知の部分もここから出てくるので、 えー、よくね、普通の、まあ iPhone でもそうですが、上からね、降りてくるっていうことがないので、えー、画面を邪魔することなく通知をすることができるということで、まあ素晴らしいかなというふうに思います。で、えー、設定からこのエッジスクリーンはいじれて、えー、っと、行き過ぎました。このエッジスクリーンというところから、えー、パネルを管理というふうにやると、えー、っとね、今入ってるエッジのやつ、これチェックマーク入れることで、えー、っと、ここの機能を 変更することができまますはい、まあ、こんな感じで結構いろいろあるわけですね。でもちろん、えー、と入れ替えもできます、向きの。あとはね、ナイトクロックだったり、まあ、こういうふうにエッジスクリーンに時刻を表示するということもできます。でエッジスクリーンのテキストということで、今はオフにしてるんですが、ここに文字を表示させることができます。えー、例えば、 iPhone, あ,あ、ちょっと。全角になっちゃったけど。はい。まぁこんな感じでやると、ちょっと見えないか。えっと、今ね、ここに iPhone8 というふうにえ書いてあります。えっとね、これ全角じゃなくて半角にするとなんか汚いね、フォントになってしまうので。まああの、全角でね、入力しても別にいいかなというふうな感じです。 はい、まあ、エッジスクリーンを左側で使用ということで、まあ、こういうふうに使うこともできるわけですね。まあまあまあ、まあ、これは別にいいです。はい。まあ、こんな感じで、まあ、実際使ってみたところ、結構設定もできて、通知とかがね、ここで来ると、なかなか良かったので、いいかなっていうふうな感じがします。ただ、えっ、ー、と、せっかく、この、えっ、ー、と、2560×1440 プラス160ドットで、まあ、あの、全体的には16対10の液晶になるんですが、なぜかね、 えこういうアプリ一覧とか開くとこういうふうにエッジスクリーンのちょっとねあの中間地点ぐらいまで表示されていてまあ,あの僕としては16対9の画面でえここのね160ドット分だけエッジでやればいいというふうに思ってるんですがなぜかはみ出てしまってエッジスクリーンを出すとこういうふうな感じでなりますえっと分かりにくいとは思うんですがこういうふうに表示されてるところまで こういうい風に入ってくるるのでで少し違和感があるんですよね、まあ、せっかくだったら16対9とエッジっていう風にしてくれればいいんですが、まあ、あの中間地点まで表示されてしまうっていうここが少し僕としてはえ違和感がありましたまあ多分 Apple だったら絶対こういうことしないなっていう風な感じですでまあ今この画面はちゃんとできてるんですけど特に Web ページとかになるとギリギリまで文字が表示されたりするのでせっかくエッジスクリーンであのしまった え、通知がね、こういうふうに表示されるのに、ちょっとね、はみ出てしまうっていうのが残念だなというふうに思いました。はい。えっ、ー、と、エッジスクリーンでね、一つ紹介し忘れてる機能がありました。えー、こういうふうに上から下ろしてくると、えー、定規だったり、えっ、ー、とね、えー、タイマー、タイマーストップウォッチ、えー、そして、フラッシュライト。あとは、えー、録音の機能を使うことができます。まあ、 エッジスクリーンでねあの簡単にこういうふうに呼び出せるっていうのはいいかなというふうに思いました有機、えー、EL なんですが僕はあんまりね有機 EL 液晶っていうのはいいイメージ持ってないんですがまあ実際にね見てみるとやっぱり綺麗だなっていうふうな感じがしますえっ、ー、と画素密度が 524ppi ということで、えー、iPhone でいうとね 326ppi とかなのでまあだいぶ画面のきめ細かさっていうのは 見せられた感じがします iPhone 使ってると正直ねあのたまに画像のね粗さが見える時あるんですけどこれはありませんでしたね寄ってもね全然ドットが見えないんですよ本当に綺麗だなっていうふうに思いました、えー、ただ発色についてはやっぱりちょっと極端だなっていうふうな感じがしますえー、これね僕の動画なんですが、まあ、やっぱり黒とね白とかのこの まあ黒の表現力っていうのはやはり勇気得るだけあって素晴らしいなというふうに思うんですがちょっとすいませんねはいえっとこのね画面もう青がねすごく強いんですよで暗いところと明るいところの差っていうのもかなりあってえっと iPad で見るとはいえっとまあこんな感じでちょっと画面が暗いな はいえっ、ー、とまあこのぐらい違いますねえっ、ー、とまあ分かりにくいとは思うんですが結構色のね差っていうのが激しくて iPad ではねここまで青くないんですよはいここのね同じ部分を比較してもちょっとね綺麗なんですがあんまりにもビビッとすぎるなっていうふうな感じがしますここ僕の UKL の嫌いなポイントで液晶の方がね 確かに、どっちが綺麗って言われたら、こっちの方が綺麗に見えるんですがあんまりにもビビッとすぎて、ちょっと違和感が感じます。はい、ただ、やっぱり綺麗ですね。で、あ、そうだそうだ。エッジスクリーンなんですが、この YouTube を見てるときに、こういうふうにやると、ちゃんと横向きでアイコンが表示されます。これがね、Mac のね、ドックみたいな感じで。 別のアプリ起動するのがすごく楽でね、本当にいいなというふうに思いました。えっ、ー、と、ここの戻るボタンを長押しすることで、はい、このようにアプリ一覧が出てきました。ここで、えー、例えばね、Chrome、あ、はい、Chrome とかでね、やると、まあこういうふうにはい、出てきましたね。えっ、ー、と、設定によってはこれちゃんと 2つで分割することもできるんですが、こういうふうな表示もできます。まあ、例えば YouTube を見ながら、ここでえとね検索をするとかね。Apple。はい。まあ、こんな感じでね。えー、AppleJapan のサイトを見ることもできます。はい。まあ、こんな感じでね。 えと画面分割機能が、ね、やはり5.6インチというふうに、まあ、大きい液晶なので分割機能も、ね、十分に使えるなというふうに感じました、えー、と iPhone では、ね、この機能ないので、まあ、iOS8 の時になんかあの分割できる構造が見つかったみたいに盛り上がったことはあったんですが結局搭載されたのは iPad のみで iPhone では、ね、多分6プラスも同じぐらいの5.5インチなんですが まあ分割機能っていうのがまだまだ搭載していないので、ちょっとね、Galaxy の方が先を行った感じはあります。まあ、分割機能をね、どのくらいの頻度で使うかって言われたらそんなに多くはないんですが、まあできる、できないっていうふうな大きな差があるので、まあここはやはり Galaxy すごいところなのかなというふうに感じます。えー、標準アプリについてですね。はい。まあこういうふうに Android なので、アプリアイコンを押してアプリが出てくる。まあ Mac で言うと、まあ、ローンチパッドみたいな。 感じなんですが、このね、アプリ画面にもちょっと感動しました。えー、こういうふうにサムスンのアプリをね、えーと、フォルダ分けしたんですが、これプラスっていうふうに押すと、今表示しているアプリをこうチェックマーク入れることで、すべての、えー、アプリを同時にフォルダ分けすることができます。はい、完了。ちょっとね。はい、戻りました。えっ、ー、と、まあ、こういう感じでアプリ画面もなかなかね、 使いやすいなっていうふうに思いました。で、編集というふうに押すと、これをね、えー、こういうふうに入れ替えたりすることもできます。はい。まあ、あの、アプリ画面が用意されてるんですが、ドックでもね、十分使えるので、本当にこのエッジスクリーンの使い方がね、これは上手いなっていうふうに感じました。で、標準アプリで言うと、えー、っと、s ボイスとかね、 S, S ノートとかいろいろついてるんですが僕が一番驚いた機能を最初に紹介するとこの S ヘルスなんですよねえっ、ー、と僕も Galaxy S5 のレビュー動画っていうのを見たことがあったので、まあ、機能としては知ってたんですがこういうふうに、えー、と赤色に光っていて心拍数を測定することができるみたいです、えー、こういう機能がねスマートフォンに搭載されてるっていうのはなかなか面白いなというふうに感じます えー、実際にアップルウォッチでどのぐらいね、あのー、正確か測ってみたんですがまあそれなりの精度だなというふうに感じましたもちろんアップルウォッチの方が間違ってる可能性もあるので97らしいですねはいまあこんな感じで保存していくとだたいね安静時の平均とかがわかるみたいですはいで2回押すとえー、っと s ボイスですねこれに話しかけると答えてくれるというまああの尻みたいなね 機能なんですがまあ、精,精度というか使いやすさとしては尻未満っていう感じがするんですがまあ面白い機能だなというふうに思いますまあ普通にねアプリ画面で起動しましょう